7.65X20mm ロング弾は、フランス製のモデル 1935A 拳銃やマスマイナス38短期間銃で使用された、無機円式、ストレート形状の弾薬である。別名で 7.65mm フレンチロング、7.65mm マス、7.65X20mm、7.65リットル、またピダー線デバイス用には、 30から18弾とも呼ばれている。この弾薬はアメリカが衆国向きに開発され、相当量が秘密のうちに生産されたが、目的とした第一次世界大戦への投入には時期が遅すぎた。アメリカではこの弾薬のために製造した兵器を戦艦機に廃棄している。フランスではこの弾薬を用いる兵器を採用しており、実戦に投入された。 そのためこの弾薬はフランス語での名称が最もよく知られている。第一次世界大戦の終了後、アメリカ軍がルーマンでピダー戦デバイスを実地試験し、1920年にはさらに再びジョン・ブローニングが同口径のカービン銃を展示しており、この時フランスはこの弾薬を紹介されている。ピダー戦デバイスで用いられたアメリカ製。 30ピダー戦弾薬は 7.65OX20mm ロング弾の基礎になっている。弾薬の寸法は同一だが、ピダー戦デバイスで用いられた型は詰めた弾丸が 5.2g と、やや重く、超重心のスプリングフィールド M1903、小銃を用いての初速は、秒速 400m を達成した。1918年から1920年にかけ、レミントンアームズは、 ピダー戦デバイス用に弾薬6500万発を生産した。フランス製の 7.65X20mm ロング弾は、およそ1935年から1960年にかけて相当数が生産された。2019年、スタイネルアムニッションシャワ 7.65X20mm ロング弾の生産を始め、再び新品の弾薬が使えるようになった。 abc カンフィールドブルース・ウェンネバー・イン・アンガーザ・ペダル・センデバイスアメリカン・ライフルマン151 5861アンド71 https www スタイナラモドットコム、プロダクト7から65フレンチロングマイナ -110 グレーン RN-50 カウント https://www.youtube.com スラッシュオッチ、v コールアフィブヌズ6フィーク。ありがとうございます。